グと言いますと特にまあ高級な料理ですね、まあ、私なんか別に食べられませんが今日集まっている皆さんはしょっちゅう食べられてるんじゃないかなと。あ、失礼しました。フグと言いますと、まあ、昔から猛毒があることでも有名でございますが、今ではめったにそんなことはございません。ただかつては、そのフグに当たって命を落とすという方も少なくなかったようで、まあ、フグを食べるのも命がけだったということでございまして、こんにちは、こんにちは。おお、誰やと思ったら大橋さんやないか。長い間この店なんだがどっか行っとったんか。えらいご無沙汰しておりました。実は私、田中の旦さんのお供で北海道の函館へ行ってまいりました。おお、函館か。そいつはなかなか結構なところやったな。結構なところでございまして、その函館の朝市というところでですな、これはぜひとも旦さんに思いまして、まあ、いやいやつまらんもんでございますがな、この大橋がわざわざ旦さんのために取れたての新鮮なピチピチっとしたやつをわざわざこの大橋がご提案したんで、よろしかったらどうぞ一つ。何かいな、わざわざすまんな。北海道の函館の千住大福つばたブランドやないけ。これ北海道で売っとるんか。それはそれでなかなかすごいな。せっかくやし戻っけどな。しかしそのように気づかんでええで。いやいや、何をおっしゃいますやら、日頃旦さんからお世話になっとることに比べましたら、こんな土産の一つや二つ、いいえ、そうでおますがな、家でお始終言うとりますがな、我々がこうして無事に過ごしてられるのもみんな旦さんのおかげやということでね、もう晩も旦さんの方で足向けて寝るなよってもう言い聞かせております。もうですから、もう毎晩のように旦さんの写真をこう仏壇に飾って線香を立ててろうそくに火を灯してみんなでチー、こら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 、おかしなことしないな。それでやがな、最近寝るときに胸がキュッと締め付けられるな。まあまあ冗談しても幼い我らは悪い気がせんわ。せやけど旦さん、ちょうどいいとこに来よった。なんでございましょう。いや、土産をもろたから言うわけやないけどな、今実は奥の方でこういうものを準備させてね。ではさ、差し支えなかったらちょっと付き合えへんか。どうや、一杯やってかんか。なんですか、わしがこちらで一杯いただけるということでさ。いや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 、そんな差し支えっちゅうまま一昨年ぐらいから置いてまいりましてな、今日はよかったら2、3日泊めていただこうもてまいりましたよ。うちは宿やないやから2、3日は困るから。こら、台所の今どないなっとる。あ、もう湯できとる。ああ、分かった分かった。さあさあ、もう奥の方湯できとるっちゅうことや。さあさあ、あんさん奥上がれ、遠慮せんと奥上がれ。あ、それでは失礼させていただきまして。なるほど、相変わらずこちらの座敷はきっちり整理されておりますな。いや、うちなんかもう飽きまへんで年がら年中ゴミ箱を桁寄せになっておりましてな。あ、これはこれは奥様でございますか。どうもご無沙汰しております。今日はまたお口の具合が一段とよろしいようで。え、何ですか、私のお土産。いや、そない大したもんあらへん、ほんちり結んだようなもんでございますがな、北海道の函館でわざ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 この大橋がピチピチとした千住大福を買うてまいりましたんで、どうぞ一つ。いや、しかし相変わらず奥様はお美しい。よいしょ、やかましい。もうお世辞はええからさっさ座らんか。ああ、納得にきゃがなしだよな。まあまあ、早速やが駆けつけ一杯ちょこざい。どうや、これこれ、旦さん自らのお酌ということはありがたいことで、おっと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 、いやいやいや、ええ香りですな。ええ酒は口の方から先に迎えに来まんね。かあ、これはなかなかうまい酒ですな。上品な味で。旦さん、これ一体何ちゅう銘柄のお酒でしたろうか。はあ、清酒犬の盛り。犬の盛り、名前からして上品でございますな。おっ、こちらにコーナータがございます。私コーナータが大の好物でございましたな。では早速頂戴いたします。磯の香りがして新鮮でございます。まあまあこの後もいいけどな、そんなばっかりでやってられへんやろ。ところで旦さん、鍋の方はどうや。え、何でございますか。いや、鍋食べるか。いや、私あんまり歯が丈夫な方やおまへんので、あんた鍋ごとかじるかいな、歯ボロボロなるね。違う違う違う、これやこれや、この鍋やな。分かっておりますがな、冗談でございます。最前から気になっておりました。この季節鍋に限りますな、体がぬくもるさかいな。さあ、最前から火灯しとったんやけど、どんな感じや。ほら見てみえ、いい湯やな。おう、いい具合に煮えとるわ。さあさあ、どんどん箸つけてくりゃ。鍋注文は遠慮しとってもまないさかいな。遠慮せんとどんどん焼いてくりゃ。あ、これはこれはありがたいことで、それでは遠慮なしに頂戴させていただきます。ひょっとしてあんさん、フグ怖いんか。情けないやっちゃないとして、今日誰もそんなこと言っとらんで。大丈夫大丈夫、何かあったらわしが全部保証したらさかい、どんどんやってらいいのよ。いやいや、私この綿と犬の盛りさえあればもう他何もいりませんので。
そんなこと言うんかいのこの人は。難儀のやっちゃな。難儀のやつってそんな怖い顔せんの。それやったら私にかもっと炭酸がお召し上がりよ。わしこいな。わしこってそれは食いたいけどな。なぜか気色悪い。気色悪い。ちょなんちゅうこと言いますね。え、どういう意味ですね。まあ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 、安西だけな、ぶっちゃけた話するけどな、実はこれよそからのもらいもんやね。でわしも嫁はんもふぐ食うたことになってな、なんか気色悪って。そこで誰ぞが来よったらそいつに食べさせてみて、大丈夫そうやったらその後家族中で呼ばれようかってなこと言った時に、ちょうどあんさんが来よったんや。さあさあ遠慮せんどどんとやってくれ。アホなこと言いなはんな。ふぐ鍋お後に続きます。